っと。まさかな。近いのか。もう懐かしく感じる。お前たちはうちがイタチに。ナガト、まさかお前と戦わされることになるとはな。ナルト、久しぶりに会ったことになるんだろうが、死んでたんですぐな気もするな。少し変わったか。まあ、これが、これってば、キュービのチャクラをコントロールしたチャクラモードってやつだってばよ。キュービの力をコントロールしただと。まさかここまで成長するとはな。俺の弟でしたからな。思った通りだ。なら憎しみは克服できたってことだな、ナルト。おい、兄弟子のあんたが教えてくれた痛み、 B のおっちゃんとの真実の滝での修行や、父ちゃんや母ちゃん、とにかくみんなのおかげでここまで来られた。ナルト、お前に聞きたいことがある。そういや、俺もあんたに聞きたいことがあったんだ。話はそれくらいでいいでしょう。君たち二人の力があれば、ナルトは手に入ったも同然。さあ、そろそろ始めてもらおうか。え、まだ喋ってんのに。後ろで操ってる奴の言いなり。タイミングなんて関係ない。 OK。 戦闘開始。サスケはどうだった。木の葉へ復讐するつもりだったから、赤月のメンバーに取っちまった。なぜサスケは里に戻らない。あんたの本当の極秘任務のことを聞かされて、それで里を切ることを選んだんだ。あんたの本当のことをまだだから聞いた。そういうことか。八尾か、魔導士。その攻撃、華麗で苛烈。その調子だ。よっ、そら。
しい。あんたにはまだ話さなきゃいけないことがたくさんある。イタチ、あんたは里とサスケを守るため自分を悪党に見せかけ死んだ。あんたの苦しみも覚悟もサスケは理解しているはずだ。でもサスケはあんたの意志を受け継ぐどころか木の葉を潰す気でいる。それは大好きだった兄貴を苦しめた里への弔い合戦のつもりなんだ。そのことを里の皆は知っているのか。カカシ先生とヤマト隊長は一緒にいたから。でもマダラの言ったことは確証もねえから、カカシ先生に口止めされてる。他のみんなは知らねえと思う。ならこのことは里の皆には決して言うな。名誉あるウチハ一族に変わりはないのだからな。それとサスケはお前に任せる。花からそのつもりだ。やはりお前に託して正解だった。さてどうなる。道術でナルトに何かしたのか。なんで俺の口からカラスが出てくんだよ。そういやあの時、先ほどお前はサスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもしそのサスケが木の葉を裏切り里を襲ってきたらどうする。お前にその力を渡しておく。なんだ、どういうことだ。あのカラス、お前のだな。何をしたんだ。うまくいった。うまく。ああそういうことか。何がどうなったんだよ。安心しろ、もう俺は操られてはいない。敵の術の上に新たな幻術をかけた。よって江戸天聖の術は打ち消された。木の葉の里を守れという幻術だ。え、そのカラスは俺の万華鏡シャリンガンに呼応して出てくるように細工しておいたものだ。もしもの時のためにな。どういうことだ。本当の力、永遠の万華鏡を手に入れるためにサスケは俺の目を移植すると踏んでいた。そうなった時、移植した俺の目に呼応してお前からカラスが現れサスケに幻術をかける、そういう手はずだった。そういう手はずって。でもなんでそのカラスを俺なんかに。お前はサスケを兄弟だと言った。だからこそサスケを止められるのはお前だけだと思った。少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだ。あの言葉だけで十分だった。俺以外にサスケを信じてくれる者がいる。お前の瞳に嘘はなかった。お前は信じるに足る人物だと分かった。安心して弟を任せられると強く感じた。だからナルト、お前に託した。イタチ、俺を信頼してくれてありがとう。でももう心配ばかりしなくていい。あんたは里のために十分すぎることやったじゃねえか。あとは俺に任せてくれ。弟はお前のような友を持てて幸せだ。
イタチは使い物にならなくなった。だがこちらには君がいる。見せてもらおうか。陸道仙人の力、伝説のリンネガンの力を。で、これからあんたは、え、ビーノちゃん。俺様のチャクラを。すまない。体が勝手に。あれって。全盛期に戻ったか。ナルト、今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ。イタチ。ああ、俺もやる。行くぞナルト。あ。戦闘開始。ここだナルト、遠慮するな。もう一回攻めてこい。分かってる。ここだ。あっ、こっちだって。重戦闘だ。よっ、こっ、冷静に俺の動きを見極め、お前ならできるはずだ。重戦闘だ。そう、損傷した。成長しろ。封印してやっからな。手をかけさせてすまない。体が勝手に。ナルト、これを。の力か。やっぱ強えな。ここまで。ここだ。大丈夫か。とっ、勝負あり。あとは封印するだけだ、ナガト。すまないな、イタチ。戸塚の剣だ。すぐに封印する。何か言い残すことはあるか。ナルト、俺は師匠のところへ戻ってお前の物語を見ておくとするよ。お前なら最高傑作の物語を作ることができる。なんといってもお前は俺の弟弟子なんだからな。平和への道、最後まで進んでくれよ、ナルト。じゃあな。ナガト。大丈夫か、ナルト。おっちゃんこそ。丈夫が常識、この俺は。このエドテンとかいう術、気に食わねえ。戦いたくねえ人と戦わされる。早く終わらせねえと。こんな戦争、俺の手ですぐに終わらせてやる。
俺の手でか。ああ、さっき言ったはずだ。任せてくれって。この戦争は全部俺一人でやる。一人で無理をしようとするな。いや、全部俺が引き受ける。それが俺の役目なんだ。お前は確かに前とは違い強くなった。力を得た。だがそのせいで大事なことを見失いかけてもいるようだ。いいか、よく覚えておけ。お前を嫌っていた里の皆がお前を慕い始め仲間だと思ってくれるようになったのは、お前が他人の存在を意識し認められたいと願い一途に頑張ったからだ。お前はみんなのおかげでここまで来られたと言ったな。力をつけた今、他人の存在を忘れおごり子に執着すればいずれマダラのようになっていくぞ。どんなに強くなろうとも全てを一人で背負おうとするな。そうすれば必ず失敗する。お前の父ミナトが火影としてあったのは、母クシナや仲間の存在があったからこそだ。お前の夢は確か父と同じだったな。なら覚えておけ。火影になった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者が火影になるんだ。仲間を忘れるな。ナルト、俺はイルカってのと約束してんだ。大体お前を守るってな。一人じゃ行かせねえぞ。そもそも確かに俺が何とかしなきゃダメなんだって思い込みすぎてたかもしんねえ。今のお前ならばサスケを止められる。弟を頼んだぞ、渦巻きナルト。ちょっと待ってくれ。今のあんたも直接サスケに会える。今度こそ。いや、俺は一人で何でもしようとし失敗した。今度はそれこそ仲間に任せるさ。どこへ行く？俺にはやるべきことがある。お前たちとはここで別れる。イタチ、キラビー、ナルトを頼む。アウイヤオ、俺たちも行こうぜ、ビーのおっちゃん。なんだここは。ああ、てめえは二代目土影？それに雷影も嫌がんのか。なんでこんなに敵同士が揃ってって。いや、こいつは知らないな。俺は四代目風影。四代目だ。俺が知ってるのはもっと前の代だぞ。わしはお前を知っておる。確かジトンを使い砂金を生み出せる唯一の男。俺もあんたたちのことを伝え聞いている。武勇伝もその特徴もな。風、土、火の三つの性質を一度に使うこともできるジントンの二代目土影、ムー、水トン、そして広範囲幻術を得意とするホオズキ一族、二代目水影、そして強靭な体、最強の矛と盾を持つ三代目雷影。いずれも歴史にその名を刻んだ強大な力を持つ偉大な忍びだ。二代目、三代目、そして四代目までも揃うとは。一体何が起こってんだ？これは二代目火影の卑劣な術だ。死者を黄泉から呼んで縛る。お前らをここへ無理やり口寄せさせられた。くそ、だからこうなるってのか。くだらねえ術使いやがって。レダ、さっきから二代目火影を探しているがどこにも感じない。感じるのはここより少し先。この新顔と同じチャクラか。それも大軍と共に。俺と同じチャクラか。なら、そこにいるのは。この戦場、わしも戦うことにした。重い腰を上げなくてもよいものを。ふん、上げさせたのはどいつじゃ。
あんたたちはいつ己を捨てた。いつぞや捨てた己をここで拾う。そろそろだ。じゃな。向こうの準備はできているようだな。田里の者ならともかく、地里の忍びと戦わされるのは忍びない。そう悲観することはない。里の子たちは成長し、先代のわしらを超えてくれるはずだ。ならいいがな。お久しぶりです、ムー様。随分と長生きしたな、大野木。陣頭のおかげか。ガーラ、お前がいることは予想していた。だが、まさかこの大軍を率いる器になっていると。四角の力を使い、奴らを従えさせたのか。そいつはもういない。俺はもう父様の作った陣中力ではない。何？あなたに六度殺されかけ、その度にあなたを恐れ恨んできた。だが今はもうあなたを恨んではいない。あなたがやろうとしたことも理解できる。俺も風かけとなった今、里を守るために里への脅威を排除するのも長の役目だ。風かけになった。お前が。バカな。俺の知っているお前にそのような価値はなかったはず。それだけではない。忍び連合軍戦闘大連隊連隊長じゃぜ。やはりそうか。各里のあらゆるチャクラ系が感じられておかしいとは思った。忍び同士連合を組んでいるとはな。ガーラ、お前は資格を入れる器としてこの世に生まれ落ちた。だが暴走を繰り返し、誰からも信を得ることができず、ただ闇を歩くだけの、俺にとって大した価値のない存在だったはず。この江戸転生の術、少しは価値のある術だったかもな。もう一度お前の価値を俺自身で確かめてやる。いずれも影を名乗った強者たちじゃぞ。分散させ、かっこ撃破を狙うしかない。ムー様はわしがやる。陣頭を止められるのはわししかおらん。俺は父様を止める。その間、他の影は連合の忍びたちに止めてもらう。そしてどちらかが手すきになったら、他の影のもとに急行し、相手を殲滅する。それでええじゃろ。まあ、とはいえ何よりもまずは目先の相手でドジを踏まんようにせねばならんがな。始めるぞ。戦闘開始。ほっ。人間に人間は関係ない。大野木、お前が俺を止めろ。分かっています。やるな。腰が軽くなった。殲滅する。よっ。やるな。
ここまで押されるぞ。腰が軽くなったわ。剣と殲滅する。よっ、すごい。己を強く抱いておけば活路は見えるもんじゃぜ。とどめじゃぜ。勝負あり、うん、これが忍び連合の力です、ムー様。戦闘開始。さあ、俺を超えてみせろ。無駄だ。捕らえる。気をつけて。俺を信じる者たちに、固くなに俺を信じる者たち、俺の負ける者たち、がいる限り、俺は負けるわけにはいかない。成長したか。俺はこの後、子供を信じてやればいい。たったそれだけ。そこに価値がある。お前は価値のない存在ではなく、それが分からなかった俺が愚かだったということだ。この力、守るべき全ての者たちのために。勝負あり。父様、俺は二代目土影様を封印します。うん、大野木、用心しろ。俺はよし、あとは風影、お前の方じゃぜ。すまなかったな、
俺はお前のことを価値のないものと勝手に決めつけていた。お前は価値のない人間ではない。それがこの戦いでよくわかった。お前の背には何千何万の信じる心が見える。よくやったガーラ。今のお前は価値のない忍びではない。お前は立派な風影だ。父様。俺などとっくに超えていた。お前ならば砂隠れを任せられる。佐藤、頼んだぞガーラ。封印完了しました。風影様？なんでもない。行くぞ。戦いはまだ終わっていない。悪意を感じるのはこのまままっすぐ先か。待ってろよみんな。